ホリエモンチャンネル。左翼って何なんすかね。左翼ってやっぱりさ、仲間割れをしてさ、仲間を処刑したりするじゃん。ああ。連合赤軍浅間山荘事件みたいな感じになっちゃうわけじゃん。なんか極端なピュアに取り憑かれてるみたいなことなんですか。だが俺亡くなられた瀬戸内寂聴さんと対談した時に、寂聴さんに対してちょうど原発事故の時だったから、はい、ロジカルに反原発活動が意味がないというか、うん、良くないっていう話をしたら、はい、いや堀江君のことはすごいよくわかると、私も理解したと、うん、だけど今更仲間を裏切ることはできないみたいな。あ、反原発の人たちの仲間じゃない、だからもうそこから抜けられないっていう。わかる。だから、うん、是々非々じゃないくなっちゃうってことですよね。そう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 。もうだからそういうのは全部セットだから、安倍側も反原発も全部セットじゃん、大体、うん、俺もだからそういう人たちから、あなたは証券取引法違反で実刑判決を受けた犯罪者だ。そうですよ。そもそも犯罪者が言ってることなんて信じるのがおかしいっていう終わりですよ。でもそうだ。そうそう。実際なんかこう言うのもあれですけど、物事を一個一個ぜぜひひで考えられる人は、別にゴーンが言ってようが、ホリエモンが言ってようが、井川さんが言ってようが、これは正しい、これは違うかなって考えられますけど、やっぱそうじゃない人は犯罪者が言ってることイコール間違いってなりますから、ね、その通りだ、うん。うん。その通り。